HTML 要素、HTML 要素、HTML 要素の記事では、HTML 文書を構成する各種の要素を解説する。なお、一般に、HTML 要素といった場合、HTML 文書において、HTML というタグ名のルート用を指すことが多い。例要素は、開始タグ、内容、終了タグの3つから構成される。要素は、 コディチェ1とコディチェ2で囲まれる開始タグで始まり、コディチェ3とコディチェ2で囲まれる終了タグで終わる。開始タグと終了タグで挟まれた部分が内容となる。また開始タグ内に任意以降の属性と属性値のペアを含むことができる。要素とタグはこのような関係にあり、明確に区別し、用語も明確に使い分ける必要がある。また、XML では、 開始タグや終了タグとは別に空要素のための空要素タグが規定されている。空要素タグはコディチェ1とコディチェ6で囲まれ内容を持たない。意味はコディチェ7のように記述された場合と基本的には全く同じに扱われるツール類の実装によっては内部では識別しているものもある。 HTML は SGML アプリケーションである HTML と XML アプリケーションである XHTML に対別される。この違いによる相違は以下のようになる。SGML 宣言でショートタグイエスと宣言されている SGML アプリケーションは省略タグ機構に則っとって開始タグや終了タグの省略が可能である。 HTML4.01 などの大半の HTML はショートタグイエスと宣言されているので DTV で省略可能とされているタグを省略することができる。ただし省略タグ機構に則っとる必要があるためいかなる場合でも省略可能というわけではない。XML はタグの省略は不可能である。そのため XML アプリケーションである。 XHTML では、空要素を表現する場合、次のうちどちらかを用いる必要がある。なお、古いユーザーエージェントのためには、前者のうち、コディチェ6の前にスペースを入れる記述が推奨されている。SGML 宣言で、ショートタグイエスと宣言されている SGML アプリケーションは属性に関して、次のような省略が可能である。なお、 HTML4.01 などの大半の HTML はショートタグイエスと宣言されている。XHTML では HTML で許されていた属性に関する省略は不可能である。これは XML の特徴による。HTML 文書は減った部分と本体部分の2つに分けることができる。 2007年11月現在で有効なスキーマでは、ルート要素である HTML 要素の直下には、ヘッド要素、ボディ要素をこの順で一つずつだけ取ることができる。HTML 文書は次のような構造となる。以下に、フィールセット要素とレジェンド要素の記述例を示す。表形式のデータを表す要素群。その特性からレイアウトに使用されることがあるが、間違いである。 また正しく、マークアップするためには、他の要素に比べた主張の知識を要する。これは、音声ブラウザの挙動など、アクセシビリティを考慮した場合に制約が多いため。以下に、テーブル要素の記述例を示す。見た目を定義する要素。スタイルシートで代替が可能。論理的な意味を表現する要素。コメント内の文字は、ブラウザによって処理、 表示されないで無視される。コメントは入れ子構造できない。HTML 要素の振る舞いを取得。変更するにはアトリビュートを介した手法とプロパティを介した手法が存在する。アトリビュートとプロパティは互いの変更が反映されるように定義されている。場合が多いが、必ずしもそうとは限らない。各 HTML 要素の定義による。HTML の要素、エレメンツはを持つ。 またエレメンツは Web アイドルで記述される DOM インターフェースを持ち、その中に Web アイドルのを持つ。二つのアトラビューツを呼び分けるために、前者の h t m l アトラビューツは、後者の w e b ドルアトリビュートはと呼ばれる。JavaScript は Web アイドルで書かれた DOM インターフェースを実装することで、Web、Pay の操作を可能にしており、その際アイドルアトラビューツは、 ジョバスクリプトオブジェクトプロパーティスとして実装されるため、しばしば俗称として、コンテントアトラビューツは、アイドルアトラビューツはと呼ばれる。歴史的理由、言語的制約などにより、対応するアトリビュートとプロパティは、必ずしも名前が一致しない。例えばクラスアトリビュートは、クラスネームプロパティと対応する。 大半のアトリビュートプロパティは名前が一致しているが一致しているか否かに法則はなく蓄一致しよ書を確認する必要があるこのように HTML 要素にはアトリビュート、コンテントアトリビュートとプロパティ、アイドルアトリビュートの2つの側面があるあるアトリビュートを変更したとき対応するプロパティにも変更が反映されないと アクセスする方法によって得られる結果に矛盾が生じてしまう。それを防ぐために、いくつかのプロパティは対応するアトリビュートを反映、リフレクトすると定義されている。リフレクトされるか否かは要素ごとに決まり、統一されたルールはない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。